はい、どうも、こんにちは。今回にまたデトロイト・ビカム・ヒューマン続きやっていこうかなと思います。前回は、とりあえず、なんかね、マーカスとコナーと、カーラが3人揃ったんだけど、またね、それぞれの道をね 歩き出したんだよ。カーラは、ちょくちょく行ってたんだけど、国境越えを目指して、さまよい。そして、コナーが、なんていうの、サイバーライフだっけ？ の、その在庫たちを一斉に変異させに行って、で、マーカスが、なんだっけ。武力抗争してんのよ。で、とりあえずじゃあ今回また続きやっていこうかなと思う。多分、ニュース的に多分、マーカスかな、次。廃棄処理を待つアンドロイド行こうが要求か。されるリコールセンターに向かっているようです。カール広告人じ現ゃ在ん。施設の周囲を囲むように兵が配備されていますが、今や反乱分子との衝突はいつ起こるでかもわこれからないような状さ、況です。塀があるからさ、あれじゃない？ちょっと、TPS 来んじゃないの？これ。FPS かもしんねえけど。マーカス大丈夫か？お前。めちゃくちゃ武力じゃん。俺が選んだんだけど。自由なくばしよ。いけ！みんな！いけ！ 行くぞみんな！いけ！行くぞみんな！マーカスだけ綺麗に食らわんな。爆発を。集中しろ。来るから多分立銃て直撃。してる。これじゃ数でも装備でもかなわない。急いで進んで制圧するぞ。それしかない。それしかない。気をつけろ。お前が頼りだ。なに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 。狙う。おいしょ、うまいね。うまいよ、うまいうまいうまい。いや、これか。オッケーオッケー。L1 打つ。なんでこれでバレないの？なんでこれでバレてないの？どこ行ってんの？お前。お前どこ行ってんの？会えた。待って。危ない。舞台に指示を出す。待って。マーカス押してない。マーカス押してない。危ない。指示を出す。援護射撃。いけ、行くぞ。マーカス行くぞ。おー、ナイス。かっこいい。いや、援護射撃してから助けないと。助ける。早く、お前、早く。お前も戦力なんだから、戦えよ、早く。がっつり助けるな。時間もうダメだ、マーカス。だが血を流せば、報いを受けることになるぞ。あ、てか、こいつ女子か。勝手に行くからじゃん、お前。勝手に行くからじゃんって、お前。強、マーカスの武器。マーカスの武器、いかつ。48%。丸、おいおい。×からの丸。×いいね。ああ。マーカス死にたくない。死にたくないよ。バカ。だってお前武器ねえもん。武器ねえもん、こいつ。ここにいろ。勝負がつくまでじっとしてるんだぞ。マーカス、お前かっけえよ。でもこれ武器がないやつ前に行ってもしゃあないもんな。リスク低い。リスク低い。あ、なんか爆発してる。援護射撃を。ナイス。行くぞ。気をつけろよ。お前、なんでお前らだけ狙われるの？また仲間いるよ。ハース。頑張る。ああ。なんでこれ見届けないといけないの、毎回。リスク高い。狙う？バツ。うまいよ。オッケー。先生、早く攻めろ、先生を。だいぶやられてる。もっと急がないとたどり着けないぞ。マジ？
お前バカ危ないって、お前ほら言ったじゃんバカがよ。援護射撃が開いてない。いやリスク高えもんサイモン。うん、位置を変える。援護射撃を移動する。いやもうサイモン救えないと、お前さ急ぐか急ぐなよっつったじゃんバカ。サイモン何これ。あ上か。おおナイス、お前頭いいじゃんお前ら。攻撃を仕掛ける。ん、あーある。いやこれ援護射撃だな。俺の合図で。ん、何豚に援護させる。他は他いない。いけ、見た方がよかった、見た方がよかった。くあー、そんな状況見れないじゃん。いや援護射撃、俺の合図で合図を待て。音を消え、音を消え。今だ。いや、わかんない、わかんないよ、これ。え？え、突撃しかないのじゃ、これ。そのまま待機だ。配置につけ。え、これでわかんないもん。わかんないじゃん、こんなの。マーカス、マーカスが強え、マーカスが強えわ。奴らマシンガンで手当たり次第撃ち殺してる。もう何やってんの。え、これも援護射撃。何？いや、これ突撃はまずい。突撃はまずいでしょ。もう一斉に一斉に行かないと、一斉に。今だ。威勢でもあいつら倒、なんでお前らやれてんの。バカかお前ら、撃てやバカ。誰も敵を攻撃していない。は？やれよバカがよ。でも突撃しかないじゃん。じゃあこれあれかな、分業制した方がいい。これこれ難しいって、これバカ。これ難しいもん。マーカス、これ目立って、そんなん違うじゃん。死ぬもお前次第。お前にとって何が一番大事なんだ。こいつか、それとも革命か。耳を貸すな、コナ。こいつの言うことはデタラメだ。はったり、はったり。そんな人間に興味はない。殺したければ殺せばいいだろ。お前のメモリーにアクセス済みだ。どうやって情を持ち始めたことは知っているぞ。苦労を共にしてきた仲間を本気で見捨てるつもりか。お前に本当の自分を否定する勇気があるのか。保証降伏したところでどうせ殺すつもりなんだろう。お、いいね。任務遂行に必要なこと以外実行するつもりはない。それにこいつを殺すことが含まれるかはお前次第だ。おしゃべりは終わりだ。お前が何者なのか決めろ。相棒の命を救いたいか、それとも彼を犠牲にするか。ごめん。いいだろう、降参だよ。ごめん。うつ、おいしょ。コナー対コナー、コナー対コナー、コナー対コナー、いきます。コナー対コナー、いきますよ皆さん。負けないぞ俺は。コナー対コナー、負けないぞこれ。おい負けんぞこれは。おいおい、
視覚的にちょっと追いつかないよ。視覚的に追いつかない。視覚的に難しいよ。動くな。あ、でもどっちかわかんない。どうもハンク、あなたがいなかったら危なかった。殺すんです、もう時間がない。ハンク、僕です。僕が本物だ。来るぞ。どっちかが俺の相棒で。ハンク頼む。どうかクソ野郎ってか。頼むハンク。一体どっちが正解だ。な、俺が分かる質問して。何をしているんですか。私が本物です。さあ銃を。私が肩をつけます。いや、声的に絶対こっちだって。質問をするんですよ。本物しか答えられない質問を。待って待って、覚えてないって。初めて会った場所はジミーのバーです。その前に4軒もバーを回りました。行った行った行った事件現場に行ったでしょ。行った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 。名前はカルロス・オーディス。行った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 。メモリーをアップロードしたのか。俺の犬の名前はスモー。スモー。ペットの名前はスモーです。私も知ってた。私も知ってたってバカかお前。なめんなよ。俺の息子の名前は。コール開いてるよ。押していいじゃん。押していいっすか。コール。彼の名はコール。事故に遭った時6歳になったばかりだった。あなたのせいじゃありません。え、トラックがスリップしてあなたの車が横転した。え、これ開いたやつが違うとかやめてよ。緊急車。サプライズやめてよ。代わりにアンドロイドが担当し、息子さんはそれでアンドロイドを憎んだ。息子さんの死はアンドロイドのせいだと思ったんでしょう。コールが死んだのは人間の外科医がレッドアイスのやりすぎで手術できなかったせいだ。息子の命を奪ったのは奴だよ。奴とあんな粉やらないと生きていけないこの世の中が息子を殺したんだ。息子さんのことは知っています。私も全く同じように答えたでしょう。耳を貸しちゃダメだ。私が本当ハンク、どうしよう。これ撃たれた方が俺だったらどうしよう。俺と出会っていろんなことに気づかされた。きっと何か意味があるんだ。撃たれた方が俺だったらどうしよう。わかんないよまだ。ああよかった。お前がこの世界を変えてくれるのかもな。びっくりした。もしかしたら撃たれた方が俺かもしれないからね。肩をつけてこい。ハンク、ハンク、優しいじゃん。ハンク、お前。で、マーカス失敗したんだけど、てか。まあ、これでも、3つのストーリーが結びついて多分変わるから、これ、コナーが戦力めちゃくちゃ増やせば、マーカスにも多分いけるよ。多分。さあ起きて、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 さあ起きて。こいつらがみんなほら戦況に加わったらほら逆転だから、多分マーカスもなんとかなると思う。うわーやば。これあれか、カールか。やばいね、いよいよ、いよいよ来たよね。え、これ騙されてるとかない？大丈夫？俺疑心暗鬼なんだけど。特にカール騙されまくってきてるからさ。まあ、騙されてるとか、まあ、ろくなやつに会ってないからさ。すごい、怖いんだけど。遅かったな。ごめんなさい、途中で邪魔が入って。見られてないか？いいえ、まさか、平気。ボートに乗る。別れを告げ、何これ何？なぜ母さんが手を貸すのか理解できなかった。うん。でもようやく俺も気づいたんだ。何？マーカスのやり方には賛成できない。でもあんたは生きてる。自由になるべきだ。いつか人間もそのことに気づくはずさ。ちょっと息子。息子、ごめん、名前忘れちゃった。もう、こういうとこで忘れちゃうからな。
息子別れを告げる。ボートに乗るか。なんで3つもあんの？怖いんだけど、3つあんの。話しかけたいのに。話しかけられないんだけど。対岸まで1キロも離れてないから、すぐにたどり着くはずよ。怖い怖い、それフラグやめてよ。パトロールが巡回しているから。フラグやめてよ。いろいろとありがとう。一緒に行ければいいんだけど、ごめんなさいね。それじゃあね、アリス。ママママってかもうマザーだわ。マザー。マザー。対岸で待っているわ。マザー元気でね。え、これあれじゃない、やられるんじゃないの、この子この人たちが。だからやめてよ。アリスがボートに乗るの手伝う。オッケーオッケー。 あそこ乗ってんね人。あ、行くか。さあ乗って。おいしょと。でもこう、あれだな、でも3人とも幸せ、もう無理そうだもんな、マーカスが。ボートを押す。調べる。温度マイナス1度。危険。川に落ちれば、部品が凍ってしまうわ。やめてよー。なんかでも調べるとあったよな。これあれかな、これ操作任されてんのかな、俺もしかして。一応なんかまだできるからちょっと見てみていい？あ、でもいないわ。ボートの手助けしただけか。これ大丈夫か。よく調べる気づいたな、むしろ。長え、長えぞ、この連打。この連打長えぞ。ちょっと待って、めっちゃ長え。これあれかな、アリスだけ落ちたりすんじゃないの。で、アリスを救うか救わないかとかなんじゃないの、これもしかして。アリスだけ落ちてさ。なるんじゃないの。絶対そうなると思うんだけど。いや、一呼吸強っ。カーラ一呼吸強えな、お前。むずい。な、スムーズにできねえわ。エンジンかけましょう。エンジン大丈夫？でも声で言った方がよくないもん。だそんな興味ないんだからさ。安全に行こうぜ。ほら、もう出たー。何？世界中の本をたくさん読んで。ちょっと聞いたりダンスしたり。大丈夫これ、大丈夫。アリスごめん、ちょっと俺集中してるから。そうよ、アリスごめん。何でもね、ぶつかる可能性あるから。アリスごめん、今日あんまり。カーラもどうしたよ、向こうに着いたら。あ、これめっちゃ慎重に行こうぜ。何をしたいか。どうしよう、好奇心。世界中旅したい。いいじゃん。山に登って、それに海にも行って。フラグやめてよ。たくさんのことちゃんと幸せになれるんだこない、これ。対岸で待ってるとかじゃないのこれ。あ、よかった。ねえ、こっちに来るよ。おい、もうやめてよ、俺の平穏が。何？降伏する、加速する、隠れる、隠れる、隠れる。アリスを守る。飛び込む。いや、飛び込んだらダメ。アリスを守る、隠れる。いや、これ隠れた方がいいんじゃない、ワンチャン。死んだウリが成功したぐらいだから。怪しいけどね、海の上で。怪しいけどね、海の上で。怪しいけどね。え、隠れる最強じゃん。え、隠れる最強じゃんこのゲーム。やっぱアリス大丈夫？
アリス。大丈夫。なんでもない。向こうに着いたらすぐに直すから。大丈夫よ。ボートが沈んでる。はあ。重すぎる。沈んじゃうわ。早く岸にたどり着かないと。ボードの重量軽くする。お願い、上がって。バカー。ボードの重量軽くする。安心させる。取り除くって何？取り除くって、取り除くって何？あー、そっかそっか、それ重いんだもんな。物資落とす、物資落とす。え、物資、しゃあない、しゃあない、しゃあない。これ、しゃあないよ。生きるためだもん。しゃあない、しゃあない。生きるため、生きるため。重っ！てか、物資重っ！あ、押してるって。あと。じゃあ、一旦足立つよ。すごく眠い。アリス、寝ちゃダメ。寒さで眠くなっているの。しっかりして、アリス。絶対に寝ちゃダメ、分かった？行くぞ。でもこれまだいける、まだいける。ここまで来て、こんなところで。いや、まだいける、まだいけるぞ。お前任せろ、任せろ。お前全然進んでない、全然進んでない、全然進んでないじゃん。死ぬわけにはいかない。全然進んでない。いや、全然進んでなかった今。押す、あ、押す。私たちは死なない。たどり着いて、自由に。いや、でも絶対加速したら死んでたって、あれ絶対撃たれてるもん。カーラー。カーラって。やめれないの？俺やめれなかったかな？いや、でも俺は押し続けるよ。カーラ頼む頼む、せめて。ああ、カーラ見せてくれないの？マーカス、ごめんって。俺がなんかバカで分かんねえもん、マーカス。俺戦場詳しくねえから。あ、これコーナー来てくれないかな。いや、それ使うしかないよ。もう使うしかない。どうなんのこれ。でもこれコナンも終わるんじゃないの？これ規模でかすぎるやつじゃない？これ、いや俺には采配できなかったもん、戦場の。今のところ不明ですが、情報が寄せられている情報は未確認のものばかりで、現時点では公式な発表は一切ありません。デトロイト南部で爆発がありました。犠牲者の有無は不明ですが、爆発は現在デトロイト市内で発生しているアンドロイドの反乱に関連するものとみられています。化学兵器が使用されたようです。なんてこと。アンドロイドが、まさにこの瞬間、何千体ものアンドロイドがデトロイトの街を占拠しています。そこら中アンドロイドだらけです。これはすごい光景だ。当局がデトロイト市内からの緊急避難を発令しました。事実、化学兵器だとすれば数十キロに及ぶ範囲が致死的状態に陥るでしょう。デトロイトがたった今
アンドロイド反乱軍。これ喜んでいいの？これ喜んで、悲惨な状況。喜んでいいのこれ？これはまさに世界の破滅です。本日、変異体アンドロイドがデトロイトで化学兵器を起爆しました。この爆発により、デトロイト市内に致死量の有害物質が放出されました。あ、そっか。でもアンドロイドだから食らわないのかな？化学兵器は。住民を確保するため、軍が爆発地点から半径80キロ圏内に住む全市民を避難させています。町は今後10年にわたり居住不能となるでしょう。さらに変異体は市内にあるサイバーライフのアンドロイド生産工場を制圧し、格納されていた100万以上のアンドロイドを解放したと見られています。これコナーかな？アメリカ合衆国の歴史が始まって以来初めて我が国の都市が敵の手に落ちたのです。え、勝ちでしょこれ。持てる力の全てを尽くして戦い、そして必ずやデトロイトを我々の手に取り戻し、敵を根絶やしにすると誓います。ちょっと待ったな、これ時間が、人類は今史上最も重大な時間がだってさ、違うんだよ。いや、もうちょっとやれるじゃんって思うじゃん。これさ、もうちょっとやってセーブが来るかなんだよ、問題は。これ、セーブこなそうじゃない？なんかもう、終わりそうじゃない？普通に。でもこれさ、前のセーブポイントどこだ、これ。あ、でもカーラ終わった後かな。前のセーブポイント。カーラ終わった後だったら、まあ、いっかな。ああ。だから多分このまま多分俺エンディング行くんじゃないかなと思うんだよ。これ、多分これマーカス終わるから、もう。マーカス終わって、カーラももう終わったようなもんだし、コナーがちょっとまだ伸びるかなって感じだけど、これ多分このままセーブせずにスッと終わるんじゃないかなと思ってるから、ごめん、ちょっとここら辺で一旦切るわ。じゃあ、あざした。